今回は、ステーブルディフュージョン3.5とフラックスで生成した画像を比較しやすくしてみましたので、その手順について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このようにそれぞれのモデルの画像をまとめて生成する方法について理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある Conf UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、 Google コラボで c o n f UI を動作させていきます。なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、c o n f UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成。 と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、 ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレータは L4 GPU を選択します。L4 GPU を選択した場合は、ハイメモリーの設定が自動的に有効になります。なお、無料版の Google コラボでは L4 GPU は選択できません。 そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速、実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。この処理には5分程度かかると思います。しばらく待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると Conf UI の画面が表示されます。 生成する画像の指示は、プロンプトというタイトルのブロックにあるテキストボックスで指定します。今回は、このような意味の指示を指定しておきました。このように画像を生成するための指示は、英文で指定する必要があります。生成する画像の指示を設定したら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。処理の状況は、 画面上部の緑色のバーで確認できます。画像の生成には数分程度かかると思います。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。左側の画像が、ステーブルディフュージョン3.5で生成された画像です。これに対して、右側の画像がフラックスで生成された画像です。生成された画像をパソコンに保存するには、画像の部分を右クリックします。 そして、表示されたメニューの中から、セーブイメージを選択します。これで生成された画像がパソコンに保存されます。それでは次に、画像を生成する指示は同じままで、別パターンの画像を生成してみましょう。シードというタイトルのブロックにあるニューフィックスとランダムボタンをクリックします。そうすると、シードの値がランダムに変更されます。シードの値は、 画像を生成するための基準になる数値です。別の言い方をすると、シードの数値が異なれば、違った画像が生成されます。そのためここでは、このボタンを押して、適当な値にシードを変更しています。シードの値を変更したら、Q プロンプトのボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。 さらにシードの数値を変更して別の画像を生成してみましょう。画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。このようにこの Config UI の設定ファイルを利用すると簡単に Stable Diffusion 3.5と Flux の画像を比較することができます。ぜひお試しください。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。